達也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日はですね、2週間に1回今行ってるんですけれども、医療センターの受診日だったんですね。で、エレンタールという、栄養剤みたいなものを飲み始めてから少しずつこう体重が増えるようになってきたので、そのままエレンタールは続けましょうっていうことと、ステロイド飲んでみてどうですかって聞かれるんですけれども、個人的には飲んでこう劇的に良かったっていう感じはあんまりないんですよね。で、エレンタールを1日1本2本しっかり続けて飲んでいると、こう体重が維持もしくはちょっとずつ増えるみたいな状態なので、多分食事かな、食事結構取ってるんですよね。ただ食事から吸収されてるっていう感じがあんまりないので、こうやっぱり吸収障害みたいなものはこうどうしてもあるのかなっていう気はしますけれども、エレンタール飲んでいいのであれば、エレンタール減らしてこうどうなるのかっていう実験もしてみようかっていう話になったんですけれども、今せっかく増えてきた体重がここでまた減るときついでしょって言われて、確かにきついと思うんですよね。で、職場復帰はどうできそうって聞かれた時に、この体重と体力でできるのって言われて、やっぱりこう 2,3 時間しっかり動くとちょっとすぐ疲れてしまうっていうか、こう持久力が全くないんですよね。なのでこう喋るっていうのも、最近動画がようやくこう話す動画をまた少し再開しているんですけども、話すっていうのにも結構エネルギーがいるんですよね。で、薬剤師の仕事って薬を作るのと患者さんと話すっていう、その話すっていう仕事が僕はメインだと思っているので、やっぱりそれがちょっとしんどいんですよね。そういった話をしたら、やっぱり日常生活でこう職場が復帰して今まで通りっていうのが目標なので、やっぱりまだ時間かかりそうだねみたいな形で今日は診察が終わったんですけれども、前には進んでいるということで、ステロイドの量がプレドニーが今までこう20ミリ毎日飲んでいたのが15ミリに減ったのと他は一緒ですね。もうエレンタールは続けて、竹キャブは続けてみたいな形で、花粉の時期になったらこうステロイドを今ずっと減らしていっているので、ステロイド内服がなくなった時点でフルタイドって言って、吸入薬なんですけども、こう吸入薬を量をたくさん内服みたいな形で飲み込むようにしましょうということで、今日もまた話が落ち着いたという形ですね。なので、いわば現状維持でちょっとずつ薬が減っているような状態ですね。ただ体重も一番落ちた時は46キロ切るぐらいだったのが、今は夜測ると48キロ、行くか行かないかをずっと行ったり来たりしているので、やっぱりちょっとずつ増えてますもんね。なので、その辺でこう夕方の疲労感みたいなものは以前と比べるとだいぶ軽くなったかなという気もしますから、持久力みたいなものもちょっとずつ上がってきていて、であとはこうストレッチはずっと続けているんですけども、最近は、筋トレも少しずつ再開したりだとか、こう歩く距離をちょっと伸ばしてみたりだとかっていう形で、こう筋肉だけではなくて脂肪も全部落ちてしまっているので、こう肉をつけて、筋肉をつけるっていう形で体作りみたいなものもちょっとずつ始めている状態ですね。この辺がね、こううまく回るようになってくればいいんですけれども、そんなこんなでね、抗酸急性症、抗酸急性消化管疾患っていう、病気を持ってるんですけれども、うまいことコントロールできるといいのかなと思いますので、見つかる方っていうのもだいぶ増えてきてるっていうことでしたもんね。なので同じ病気で苦しんでいる方っていうのがもしいるのであれば、こういった動画を作ることによって、こんな風にしてうまくいってますよっていうのがこうちょっとでも伝わればね、いいかなと思いますので、個人的には、栄養は今エレンタールでどうにか取ってるっていうのと、食事は油物とかと固形物はあまり得意じゃないのと、あと麺類もなんとなくこうきついような気がするんですよ。うどんはまだいいんですけども、ラーメンは油だからかもしれないですけども、食べた後はもうかなりこう喉の疲れ感と胸痛、胸の痛みですね、とあとはしばらくしてからの下腹部痛みたいなものはかなり強く出てくるので、油物はちょっとしんどいかなという気がするので、お肉類とかあとはラーメンだから、唐揚げとかもですね、唐揚げで僕完全に食道が詰まっているので、唐揚げもですね、食べるのにちょっと勇気がいるので、その辺もね、体調がちょっとずつ落ち着いてきたので、少しずついろんなものを試しながら食べてみようかなと思っています。なので動物性のタンパク質っていうのがなかなか取りにくいので、意外とひき肉
関係は食べやすかったりするので、ハンバーグが個人的には食べやすいんですよね。ハンバーグ、今メインで食べてるのはハンバーグですね、とあとはまあスープ類みたいなものがあったりだとか、あとはそうですね、まあもともと魚はあんまり食べる習慣なかったんですけども、まあ、魚関係も意外と大丈夫だったりしますので、この間マグロのブロックを買ってきてもらって、まあ、あの自分で来てマグロ漬け丼、やんだ漬けてないかマグロ丼にしてみたりだとかっていうので、そういったのは意外と食べれますもんね。で白いご飯が食べれるのは、まあ、せめてもの救いだったかなという気がしますので、まあ、どうやって栄養を取るのかっていうので、あと豆乳も割と、飲むようになりました。で動物性のタンパク質が取れないのにどうしようって思った時に、もう大豆だったらいけるでしょうっていうことで、普段は牛乳ばっかり飲んでいたのを豆乳を最近飲むようになって、今豆乳っていろんな味がありますので、こうエレンタールと豆乳を混ぜて飲んだりとかすると意外と量も摂取できます。水分補給にもなるので、まあ、そういった形で栄養だったりだとか水分を取りながら、こう体重をちょっとずつ増やしているという状態ですね。ちょっとずつ、ね、前に進んで、まあ、今が11月、今日が19日なので、まあ、もう少しずつこう体重が増えてくるといいのかなと思いますので、まあ、このまま、ね、頑張って続けていこうと思います。頑張って、まあ、頑張りすぎない程度に続けていこうと思いますので、お付き合いください。ということで、今日は受診の結果報告でした。カズヤのマグでした。ありがとうございます。失礼します。